みなさん、こんにちは。久しぶり。久しぶり。やば。いやなんか、うん、2人はめっちゃ久しぶり。1年ぐらい経ってるもん。最近どう？元気？元気だよ。会いたかった。会いたかった？うん。俺も会いたかった。でもずっとできないよ。ね。だから日本にいなかったから。そうコメントさめっちゃ来てたの。コラボしないんですかって。あれも仲悪いんですかとか言ってて。ここからね。ここからね。ことがあるんですよ。それはチームラボです。最初はね。まあこの一日俺あのスケジュール。うん。あの人目のためにいいこと言いますね。じゃあ行きましょう。今中まで開けなきゃいけない。しかも何が全然分かんないんだけど。今中まで開けなきゃいけない。今中が最近の報告っていうか。ああ。ある。まあ元気にやってますね。元気にやってます。普通通り？毎日。毎日。通りで。マンタム強すぎ。マンタム強は久しぶりじゃない？マンタム強は。いやもう忘れそうだったよ。忘れそうだよ。ダメだよあれは。ダメダメだ。あれ必修だからね。必修なことはそうそうそう。言えないくなるとこだった。おおティムラブ。マンタム。なんかでも覚えてないから初めてぐらい楽しみだわ。はい、いいね。ね。はい、皆さん続きましたが、食べたい。お腹空いてる？マジでお腹空いて何も食べてない。もうなんかアイス食べようとか思ったけど、でもベーカンラーメン。普通にビーガンラーメン食べたい。食べよう。食べようぜ。すごいブロッコリーとか入ってるよ。はい、皆さん雨が来ましたけど、あの席が、あのめっちゃ濡れてるから傘差しながら言うべきなのこれ。やばい。めっちゃ美味しそうなんだけど。めっちゃ美味しそう。お腹すいたー。スープから食べる。いただきます。うまっ。うまっ。めっちゃうまい。マジでうまい。うえな。うえな。めっちゃ美味しいんだけど。うん、めっちゃつけないと。うわ、めちゃくちゃ美味しい。ベーガン初めてこれ。これビーガンなんだねこれね。そう、めっちゃうまい。見えない。野菜入ってるからね。うわ、やばいやばい。ちょっと傘がさ、ああやばいやばいやばい。どうしたらいいかな。あれで、あれ待ってわ。 VIP だ、VIP。 ジェロームに持ってもらえない。おじぱよん。うん、どう？うん、何だろう。ありがとう。あれ、うん、トマト。あ、ごめん。どう？トマト、おいしい？うん、うん、うん。土砂降りラーメンの中、ラーメン食べる初めてです。いいね、初めて。うん、しかもジュラム取るでしょ。OK guys、これアビー。早い。誰だ。もうちょい待って。OK。待つわ。優しい。ごめんね。でも本当にね、持ってくれないとね、暴れてんだ傘が。やばい。すいませんね。いいよ。アバンド。1分1000円。高っ。高っ。ジェロームが私に払うってこと？違う違う違う。そういうこと。私の傘を持ちたいから。あ、やばこいつ。あんじゃいあんじゃい。あんじゃい。うまーい。しかもビーガンだからもうゼロカロリー。そうね。めちゃくちゃうまい。うん、2000円でいいよ持つの。俺がもらうでしょ。うん。早くしてくれないから。うまへんね。これでも急いで食べてます。てか私食べるのめっちゃ早い方なのね、友達だから。そうね、そうね。でもジェロームには負けるわ。俺怪物だから。
バック向き。じゃねえんだよ。9.5 でもめっちゃ高いから、うん、なんか、まあ、多分 8.5 かな。高いね。めっちゃ美味しい。俺好き。ね、めっちゃ美味しいけど高い。オッケー。いつもごちそうさまです。もうちょっと飲みたい。ありがとう、ありがとう。ayo。Oke、okay、guys, kita udah masuk ke team labnya. Dan pertama kita harus taruh sepatu ya. Yuk. Oke, okay, udah taruh barang. Guys, by the way tadi kan hujan banget kan. Udah kayak mandi aku. Oh iya, terus kita disuruh lepas kosaki juga. Dan caranya naikin gini guys. Karena katanya bakal masuk ke air-air juga gitu. Seru banget. Guys, by the way tadi Tommy kan pakai rok. Sekarang dia ganti jadi tanah. Yoi. Suyeしたいですか? Hai, minasan. Let's go! Seru banget! Let's go, Hitomi! Semetai? Maji? Wah! Wah, semeta! Dingin banget! Seru! Yo! Tanashii, ne? Yabai! Yabai, tanashii! Hahaha! Kenta, これ、携帯落としたらやばい! 流れてる! 匂いもプールだよね! なんか、マジでプール行ってる! え、やばい! うわ、すごい! Guys! うわ!はい、次はエグイ。うわーうわー、めっちゃ綺麗。エグイ、わーお、かんばかった guys。 これが一番有名だよね。これさ、デートじゃん。そう、デートみたいな。今デートするじゃない。エグイ、わーいいね、これいいね。デートすごい。うわ、すごい。上まで。やば、顔伸びた。うわぁ、チームラップエクビナ。わ、急に白。急に白い。わぁ。おぉ、ビル。青。めっちゃいい。なにこれ。異次元にいそうね。はい、えぐい、めちゃくちゃ綺麗。私みたい。そうね。そうですね。うわ、はい、次は無限だね。これあの素晴らしいです。うわうわうわ、Okay, berikutnya kita mau lanjut. Avatar. Guys, berikutnya kita ke ruangan. Ini air guys. Tuh, air. Meca kuca kire. Egui. Wow, keren banget. Guys, kayak ada ikan-ikannya gitu guys. Unik banget, keren. Wow. Wow. Asik nih, Team Labo. Hai, Minhang. Sugi wa ne. Ichibang yume na no ga? Ni guys. ボラボラギドキラキラするとこもあれだけど、そう、これもめっちゃ有名。めっちゃ好き。ナイス。そう、これのお腹ぐらい。わあ。
guys terakhir ini, wow, ini homo lo ya? So, wow, pasti ini guys, homonya ada 30,000 lebih datang katanya. They go shorter with every hour, every minute of every day. Couldn't sleep even if I wanted. はい、皆さん次はね、ダカフェを行きたいと思います。よ、私の事務所からめっちゃ徒歩3分ぐらい。マジ？そうだよ。 Let's go。 バイバイ。ここで Let's go! Fruit sandwich! もしかしてバナナない？赤。恋しい、恋しい。プレミアムバナナ。バナナうまいぞ。バナナが好き。でもね、ただのクリームとかも。そうそうそう。はい、皆さん買いました。画質マジでいいね。ジェロームのカメラ。ちなみに、今、うん、あの、瞳の、あの事務所の下着がいます。これからインタビューされるね。インタビュー。で、その前に食べます。めっちゃ不思議な感じ。ハローはじめまして。面白い。いただきます。いただきます。いい。ちなみにこの前何一緒にあのフルサンド食ったよね、覚えてる？めっちゃ前じゃない？うん。うわ、うまっ。2年前ぐらいね。うまっ、うまっ。ん、髪食べてか。まずはスペシャルゲストをご紹介いただけると。はい、スペシャルゲストのインドネシアで超超有名なYouTuber ジェローム君です。はーい、こんにちは。じゃあ、前2016年かな、うん、2016年日本に来て、うん、で1年間半ぐらい日本語勉強、日本、うん、学校で勉強して、でその後4年間ぐらい、うん、あのオユス学を、なんか大阪大学で勉強してきました。で去年2022年、うん、卒業してインドネシアに戻った。ね、YouTube はどのタイミングで始めた？ YouTube は2017年。2017年の12月。めっちゃ覚えてる。めっちゃ覚えてる。そう、もう5年間くらい、5年以上だ。長い、まあ、今5年目、うん、長いよね。で5年でね、1000万人チャンネル登録出すだから、すごいよね。すごいかな。すごいでしょう。ありがとう。2021年4月には米国経済誌フォーブスがアジア各国で活躍する30歳未満の若者たちに表彰する30アンダー30アジアに選出されたって来てるんですけど、それなんか、あ、フォーブス、フォーブス今日、ああ、そう、なんか どういう賞というか、どういう賞、なんかアジアの中で30歳未満、あの 30人ぐらい、まあなんかインフルエンスがでかい人に賞もらって、あ、そうで、俺と、まあ、日本から2021年は、うん、はじめ社長、はじめ社長、はじめ社長も、あと、あ、と一緒に、そう、と一緒に賞もらった。へえ、すごい。そこに並ぶって聞くとすごいってなります。うん、日本だとさ、はじめ社長って一番、そうですね、そうですね。めっちゃ見てるから。あ、そっか、見てる。え、他の YouTuber、日本の YouTuber 見る？うん、そう。勉強。勉強。やば。そう。意識高。意識。ひとみさんの魅力を言っていただいてもいいですか？ひとみさんの魅力。いっぱいよ。あの、まあ顔でしょ。絶対。まずは顔。まず顔なんだ。あ、でも、あのひとみさんはなんか明るい。ああ。それが大事。ああ。そう、なんかあの恥ずかしがらない、うん、あと、あ
の自分に自信があるだと思う。なんかコンフィデンス、サーフコンフィデンスがめっちゃある。いると思う。だから、あのエネルギーがすごい。あー、嬉しい。そうそう。でもそれは、ジェロームも私は最初会った時思ったの。明るくて、だからもう最初にフィーリングがあったじゃん。喋りやすかったっていうのは、ね、やっぱテンションとかが似てた。はいね。からもあるし、だからもっと毎週コラボしようみたいな感じになったし、そう、それは思うよ。ありがとう。ありがとう。あとなんだろう。まあでもジェロームの一個すっごい尊敬してるとこは、もう めちゃくちゃ努力家なところ。うん、私とか今、やっぱり、まあ、活動を広げるために、英語の勉強は絶対必要だし、英語喋ってた方がいいよねってなってるから、このモチベーションのキープってすごい難しいと思う。難しい、そう。やっぱ今日はサボりたいなとか、あーね、ちょっと友達と遊びに行きたいなとか、いろいろあるじゃん。あ、絶対ある、そう。そう。それの、なんか、モチベーションの保ち方が結構分かんない時があるんだけど、うん、ジェロームってそういうなんか努力とかすごいできる人だからそこもすごいと思う。あのモチベーションキープする方法は教えてほしい。俺はなんかなんか絶対目標を作らないといけない、うん、目標があまりないと難しい、うんうんうん、そうだね。だからもう私はもう明確に決めるわ。じゃあそう明確達成したら、達成したら自分にあのプレゼントとか、でも達成したら、はいはいはい、自分にそれを買えない、そう、罰ゲームとかそういう、確かに、まあ、じゃあ、多分大事、いいね、確かに、そう、ありがたいですね、めっちゃいいアドバイスだわ。はい、皆さん、早速やりました、楽しかったな、ありがとう、マジでめちゃくちゃ話した、1時間くらいめっちゃ語った、そうそうそう、いい話めっちゃしてくれた、さすが、深い話、俺めっちゃ好きね、深い話をこんだけ長くしたの初めてです、うちマジで、そうだねいつもだけど、そうそう、いつも下がってる、またまた、ありがとう。はい、皆さん、それじゃあ見てくれてありがとうございました。いいね、チャンネル登録しよう、お願いします、お願いします。じゃあまたね、またぷーちわー、イエーイ。